はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はメモリア第4章、海底のメモリア3話を見ていきたいと思います。チャプター3、嵐の中で。看板だ。快適な旅って言ったよね。こんな大しけでも沈まないぐらい大きな船なんだよ。安心して。ほえー。安心できないな。かっこいい。君、何してるんだ。危ないぞ。この辺で危なくない場所ってある？知ってたら案内してほしいんだけど。君は水兵じゃないな。その子羊は戦争から盗んできたのか。密航に食料泥棒は重罪だ。見つかったらただじゃ済まないぞ。ルートは案内人で友達だよ。それに密航してきたわけじゃ。待ってよ。落ち着いてよく観察するんだ。軍服を着たやつがいるってことは、この船は軍艦だね。下手なことを言ったら、さては敵のスパイだなって処刑されちゃうかもよ。怪しいものじゃないです。スパイでもないし、ただの迷子です。スパイだなんて一言も言ってないのに、否定するのは十分に怪しいぞ。ま、ペットを連れてくるスパイはいないけどね。こっそり忍び込んで探検してるうちに船が出航してしまって、出るに出られなくなった。そんなところだろ。いいやつだ。見ての通り、この船は大しけの中を航行中だ。海に放り出されたくなければ戦争でおとなしくしていてくれ。捕まえないの？言っただろ、見つかったらただじゃ済まない。いたずらっ子を捕まえて牢に閉じ込めるのは自分のすべきことじゃない。王国に忠誠を誓ったアストリッド号の乗員として君を保護し、無傷で陸に送り返すと誓おう。それが自分の仕事だ。肝心の船が沈んじゃったら仕事どころじゃないよね。でもあれか、ルートの声は他のメンツには聞こえてないんだよね。沈没寸前？バカな。まさか。アストリッドは古いけどいい船だ。これぐらいの嵐は何度も乗り越えてきたよ。うわあ！あ？危ない。看板でおしゃべりをしていい天気じゃないな。うん。同感。エリック、何をもたもたしてるんだ。アラン少尉、すみません、少し新入りのスイフを手伝っていたんです。スイフ？その子が？妙な格好だな。陸地ではこれが流行りなんです。バカ言え。お前の服なんかどうでもいい。さっきの揺れで帆が折りちまってマストが折れそうなんだ。身の軽いやつが帆を畳んできてくれ。はい。自分が行きます。少尉はこの子を見てあげてください。わかった。新入り、お前は火薬庫の。え？参ったな。まずいな。マストにひびが。このままじゃあと数分も持たないぞ。嫌だな。わお、本当に沈没しそう。まだ何も見つけてないのに。なんとかできそうなユニットはいたかな。自分ならどうにかできるかもしれない。そこの
ユラだよ、エリクさん。ああ、よし、ユラ、穂先を目指すぞ。離れずについてきてくれ。へさきだっけ、穂先だっけ、へさきか。一体全体何を追っ始める気だ。お前が両手を広げて風を止めてみせるなんて言うなよ。当たらずといえど遠からずですね。少尉は自分の身の安全を図って自分を信じて待っていてください。バカ言え。上官に、いや兄貴分に引っ込んでろっていうのはなしだ。俺も行くぞ。お前を信じているからな、エリック。はい、ありがとうございます、少尉。ああ、海の男の絆ってやつか。うん、エリックさんは自信がありそうだね。行ってみよう。僕のことはしっかり抱えていってよ。簡単に吹き飛ばされちゃうんだから。ここまで来たが、どうする気だ。これを使います。何？宝石？ああ、深い海の底にきらめく星のような、嵐の中で輝く石。まるで船乗りの伝承にある人魚の宝だな。本物ですよ、多分。ユラ、それに少尉、自分がお願いをする間、風で吹き飛ばされないよう支えていてください。ああ、しっかり支えてやるから、神頼みでも何でも見せてくれ、その石の力を。海の守護者よ、宝玉を持つ者の声を聞いてくれ。どうか、加護を与えてくれ。え、晴れたってこと？風が止んだ。この船の周りだけぽっかり穴が開いたみたいに嵐が届かなくなってるんだ。その石の力なんだな。はい、自分の曽祖父の形見で海の災厄を遠ざける力があるんです。使ったのは自分が子供の頃に大嵐に会って以来ですが、よかった、力は失われていなかった。そんな便利なものを持ってるならもっと早く使ってくれよ。肝を冷やしたぜ。すみません、曽祖父に本当に困った時だけ使えと繰り返し言われてたんです。人の手で越えられる試練に使ってはならない、我々はその石を借りているだけなのだから、と。借り物だってのか？一体誰から？もちろん人魚ですよ。そして借りたものは返さなくてはいけない。自分がアストリッドの上院に志願したのも北方の航路を取ると知ったからで。なんだか地響きみたいな音がしない？違うよ、大波だ。何？わあ、ユラ、ユラ、捕まれ。エイク、危ねえ。はあ、でもいいよ、こういう何かあった時にこうお互いにかばい合える関係みたいなのっていいっすね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきたいかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。